若狭高浜駅は、福井県大井郡高浜町宮崎にある、西日本旅客鉄道オバマ線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有する地上駅。北側の駅舎側に、オバマ方面のホームがあり、互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅舎を2007年4月に複合施設として、改築した。愛称は、 プラットフォーム高浜。二階建てでありながら、鉄道橋とはつながっておらず、京上駅舎にはなっていない。鶴ヶ地域鉄道部が管理し、自治体が窓口業務を受託する簡易委託駅であるが、緑の窓口が設置されている。窓口営業時間中、当駅に出入りするワンマン列車は2両すべてのドアが開いて、それぞれのドアからの乗り降りが認められている。 運転指令上では、1番乗り場が下り本線、2番乗り場が上り本線、3番乗り場が上り1番線とされている。3番乗り場は上下双方向の入線、出発、折り返しに対応しており、事実上の上下共用副本線となっているが、2018年3月改正時点では、東駅での対比列車や始発列車の設定はなく、 線路保持を兼ねて一部の上り定期列車が入線するのみとなっている。毎年8月に実施される若狭大井のスーパー大火星の日のみ、当駅始発の列車がある。かつて特急、舞鶴が小浜駅に乗り入れた頃は停車駅となっていた。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は320人である。 平日の主な利用者は学生であるが、海水浴シーズンには海水浴客が利用する。各年度の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。